はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はこちら、プレミアムバンダイから届きました変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーツバイ新ダンクロトバージョンが届きましたんで、こちらを使って遊んでいきたいと思います。いやもうこれはもう楽しみで仕方がないんですよね新ダンクロトバージョンのガシャコンバグバイザーツバイ、もうセリフがとにかくいっぱい入ってるっていう話なんで楽しみですね。ちょっとなんかいろんなこう仮面ライダーエグゼイドを見てた時の記憶をちょっと思い出しながら遊んでいきたいなと思っておりますんで、早速開封していきたいと思います。はい、ではテープ切ったんで取り出していきましょう。ではガシャコンバグバイザーツバイ新ダンクロトバージョンカモン。おーいつものこの白い紙に包まれて登場登場しない、登場したっていうかすげえさあ、じゃあめくりますよ、ドン普通に岩永さんがパッケージに岩永さんというか、まあ新ダンクロとか普通に載っていますねでちゃんとこんな感じでなんかここから出せーの時のあれがディスプレイされておりますね完全にそうですね、これここから出せーの時のあれですね。はい、でパッケージには、仮面ライダーゲームのゾンビゲーマーですね、ゾンビゲーマーと仮面ライダーゲームのアクションゲーマーが映っておりますね。ちょっとレベル2なのかレベル0なのかちょっとわからないですけど載っておりますこれは完全に狙ってきてますよねはい、ということでちょっと箱の方見ていきたいと思います。はい、では箱の方見ていきたいと思います。なんか僕いつも iPhone で動画撮ってるんですけど、 iPhone が岩永さんの顔を顔認証するんですよまあ当たり前のことないかもしれないですけど、僕動画撮ってて初めてですよ、顔認証されたの。はい、ってな感じで、まあ先ほどもちょっと正面に関しては先ほど説明しましたんで、ちょっと飛ばさせていただきたいと思いますが、仮面ライダーエグゼイド光るなる変身バットデラックスガシャコンバグバイザーツバイ新ダンクロトバージョンということで、このダンクロト新ダンクロトスタンプなんかも押されておりますね。はい、では箱の横の方見ていきましょう。おお、こちらにも岩永さんのダンクロトが映っておりますね。これはあの時のシーンかな。北条 M、 君がなぜ敵越し術を受けずにエグゼイドに変身できたのかのシーンですね。まあおそらく入ってるんで僕がやる必要ないかな多分その時のシーンですね。で反対側はオールバックバージョンの岩永さんですね。で上のところはこんな感じで神の恵みって書かれておりますね。そこはもう悪そうな顔しとるなはい、こんな感じになっておりまして、裏側には遊び方が書かれておりますね。1、新ダンクロトの音声を大量収録ということで、パッドモードで A ボタンを押すと新ダンクロトやダンクロトのセリフを再生。まあおそらくこれが発売というか、まあ予約受注を開始した時には確かまだダンクロト新ではなかったんですよね。なのでまあ新ダンクロトまでのセリフが収録されてるって感じですね。で2番、主題歌エキサイトを収録。パッドモードで B ボタンを押すと仮面ライダーエグゼイド主題歌エキサイトテレビサイズを再生。さらに新ダンクロトのセリフを同時再生可能。これは流すとやばいやつかな3、コンティニュオンを収録。パッドモードで AB ボタンを同時に押すとゲームオーバー音とコンティニュオンが発動。てってれてってってんですね。で4番、システムボイスを新ダンクロトボイスに一新。グリップパーツをつけモード変形。で別売りのバグルドライバースパイのバックルにセットポーズを発動すると強制リスタートが発動。かかったなってやつですねで単4電池が2本必要ということが書いてあります。これは絶対面白いことになるぞということなんで中身を取り出していきたいと思います。はい、では中身取り出していきたいと思います。ではこちらのオールバックバージョンの方から開封ですね。さあご対面、せーのドン。おお、いつも通り中蓋付き、説明書付属ガチャコンバグバイザーツバイ新ダンクロトバージョンとグリップパーツ、ちゃんとグリップパーツついてるんですね。で今回は
バグルドライバーツバイではないんで、バックルはつかないんですよね。グリップ。まずはグリップ。あえてグリップから。グリップ。まあ、これは一緒ですね。バグルドライバーツバイのやつと一緒で、こちらですよ。バグルドライバーツバイの新ダンクロードバージョン。さあ、ご対面。めっちゃここから出せじゃないですか。これも取って。こんな感じですね。で、ちなみに、普通のガシャコンバグバイザーの、ガシャコンバグバイザーツバイですね。比べるとこんな感じですね。ちょうど見切れて見えないですね。ちょっと一回、どかさせてもらって。こんな感じ。まあ、ほんと作り的には一緒なんですよね。特にどっか変更点があるとしたら、もうこのディスプレイのところ見ればわかるんですけど、このディスプレイのところが、新ダンクロとかこう、ガシャコンバグバイザーツバイにこう座れて、収納された状態ですね。収納されて、ここから出せって言ってるところの、ちょうどワンシーンがディスプレイされてるって感じになっております。はい、ではもうこちらは退場していただいて、これ見ていきましょう。って言っても、まあ、基本的には一緒なんで、まあ、音声確認がメインとなりますね、今回の動画は。で、ここですね、ここが単4電池入れて、で、電源がここにあるって感じなんで、もう早速、電源入れて遊んでいきましょう。はい、では電池入れたんで、早速、電源入れて遊んでいきたいと思います。とりあえず順番的には、この箱に書いてある順番でいきたいなと思っておりますね。まずは音声確認。エキサイトはちょっと流さないかもしれないですね。流しても一瞬だけ流すだけですね。で、コンティニューオン収録っていうことで、あとシステムボイスと、バグルドライバーツバイのバックルにセットして、ポーズ発動という、まあ、順番でやっていきたいと思います。さあ、ではまずは電源入れましょうか。電源はここですね。さあ、電源入れましょう。さあ、行きますよ。いきなりっすか。もう今なんかどっかボタン押したんかと思ったら、これ起動音ですよね。私は不滅だ。起動音ですね。電源入れて急にこれになったら不意つかれまくりですよ。びっくりしましたもん今。あれなんかボタン押したっけと思って、ボタン押してないはずなのになんかなったんでびっくりしましたね。はい、とりあえず、電源入れると私は不滅だの音声が流れますね。はい、では説明書通り遊んでいきたいと思います。まずこの状態がパッドモードの遊び方ということで、とりあえずセリフ再生遊びということで、 A ボタンを押すとセリフが流れますね。全60種のセリフが流れるみたいなんで、早速いきましょうか。ではまず1音目、もうここから僕とりあえず全部60種鳴らすまでは喋れませんね。ですので、とりあえずまあセリフを聞いていきましょう。いきます。ゲームマスターに噛みつく気か。
が適合手術を受けずにエグゼイドに変身できたのか、なぜガシャッと生み出せたのか、なぜ変身後に頭が痛むのか、その答えはただ一つ、北条 M、 君が世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだ。君には止められない。不死身でありながらレベル X の力を手に入れた私をな。ねえ聖書、ちょっと待ってくれ、やめてくれ。私がゲーム病にかかったのは全て計画のうち。私のアジトが衛星省に嗅ぎつけられてしまったからね。時間稼ぎに利用させてもらった。16年前から君は透き通るように純粋だった。その水晶の輝きが私の才能を刺激してくれた。君は最高のモルモットだ。君の人生は全て私のこの手の上で転がされているんだよ。
女は私が生み出した命だ。私の才能が必要になったか。コンティニューしてでもクリアする。神の恵みをありがたく受け取れ。その手があったか。さすが天才ゲーマー。私が考案したクロノスが最大の敵になるとは。まさに私の敵は私の才能。私の才能が、神の才能に不可能はない。ハイパーム敵はあらゆる攻撃が一切効かない。主人公最強の無双ゲーム。お前のポーズはもはや無意味だ。はい、ということで、これで全60種の音声を流しました。すごい、10分ぐらい入っておりますね。すげえ、ボリューム満載ですね。はい、もうなんかもうすげえ喋りたかったんですけど、とりあえず我慢しました。いや、もうほんと名言だらけですね。ほんで、またあれなんですね、そのなんかセリフを聞けば、なんとなくシーンがまだ思い浮かんでくるんですよね。いやー、これはいいですね。いい、いいおもちゃですよ、これ。はい、いやーこれは楽しかったってことで、まあセリフ遊びはこれだけですね。とりあえず収録されているのはで、次2番目、診断黒との収納解放遊びっていうことで、とりあえず、A ボタンを長押しすると、1回目が診断黒と収納音が鳴り LED が発光します。で2回目やると今度は解放音が鳴るらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。A ボタンを長押し。おお、なるほどね。で、これでもう一回押すと、今度は解放しますね。こんな感じですね。で、次は収納ですね。また、調子に乗るとか言って、こうやって。座れましたね。で、ここから出せですよ。で、仕方ないで出してあげましょうみたいな。はい、これが、診断黒の収納解放遊びとなっております。で、次が BGM 再生なんですけど、B ボタンを押すとエキサイトが流れるんですよね。はい、まあ、ちょっとだけ鳴らしましょうか。っていう風に流れますんで、まあセリフとなんか一緒に、まあ例えばこう流して、こういう感じで、みたいな感じで流すこともできますね。はい、こんな感じになっております。はい、で次の遊びなんですけど、次はコンティニュー遊びっていうので、 AB ボタンを同時に押しますとゲームオーバー音とコンティニュー音が鳴り、LED が発光しますということで、これ回数でちゃんと音声がありまして、指定された回数を押すと、指定された回数目ですね。なんか説明書をちょっとお見せしたいんですけど、すごいなんか複雑なんですよ。複雑なんですよね。結構ちょうどここの一番上の部分なんですけど、1回目とか5回目、6回目、17回目、18回目、29回目、49回目、50回目、94回目、95回目、96回目、97回目、98回目、99回目と100回目以降ってことで、なんか音声が変わっていくんですよね。実際100回押さないと全音声聞けないって感じになっておりますんで、とりあえずやってみたいと思いますけど、どうしようかな。これなんかパッパッパッと押してやれそうであれば、ちょっとやってみたいかなと思いますけど、ちょっと一回やってみましょうか。じゃあまずは一回目ですね。一回目やってみましょう。では一回目いきますよ。私のライフは一つ減って、残り98個だ。はい、これが一回目ですね。パラドに一番初めになんか
ノックアウトされた時ですね。はい。で、次、2回目は特に指定音声がないみたいなんで、ちょっと1回鳴らしてみましょうか。なるほどね、この音声が鳴ると。で、多分指定されてない回数はこれが鳴るだけなんで、ちょっと飛ばせそうなら飛ばしてみましょうか。次3、4、5、次5回目であるんで、ちょっと3、4、5を通してみましょうか。3、4、5。ちゃんと飛ばせれますね。じゃあ次6回目ですね。6回目ありますんで6回目いきましょう。残りライフ90ターン。もう次17回目なんですよね。大丈夫かな。今6回目。7、8、9、10。これ間違えたら大変なことですね。で次が18回目にあるんで1回。はい。で次が29回目ですね。今18回。19、20、21。はい、で次が49回目ですね。20回飛ばすわけか。ってことは30、31、32。はい、で次が50回目なんで1回押します。はい。で、次が94回目ですね。すげえ飛びますね。今50回目やで。残りライフ5。はい。で、次は、もう100回まで1回ずつありますんで、次は95回目ですね。次が96回目。残りライフ3。数少ない私のライフを奪った罪は重い。はい、では次は97回目ですね。次は98回ですね。98回目。残りライフは1つか。次が99回目。最後が100回目以降ということで、これ以降はもうボタンを押してももうコンティニューできないんですよね。もう完全に消滅した状態になりますんで、まあ、こう AB 同時押ししたらもう何も発動しない状態になりますんで、こうなったら一回電源落として、もう一回電源入れて、私は不滅だ。こうして電源入れ直せばもう一回遊べますね。はい、こんな感じでコンティニュー遊びをすることができます。はい、では次はグリップパーツを使ってビームガンモードに変形して必殺技を発動ということで、とりあえず一回、武器モードにして遊んでみましょうか。これは
こういう感じですね。このへこんだ部分をこちらにつけてビームガンモード。ガッチャーン。ちょっと音声違いますね。ちょっとバグルドライバーツバイかも。ちょっと違いますよね、音声。うん、違う。ちゃんと新ダンクロと音声ですね。ガッチャーンということで、これ、A ボタンを押しますと、普通にビームガン攻撃ですね。パラドゥーって言ってますね。相当パラド好きやな。はい。で、B ボタンを押すと必殺技発動ですね。ちゃんと LED が発光しますね。B ボタンを押すと、クリティカルジャッジメントですね。でもう一回押して、これもう一回 B ボタン押すとどうなるかな。ああ、一緒ね。ってことで、取り外しまして、次が、チェーンソーモードですね。こちらの反対側ですね。このチェーンソー側の方にこれをつけまして。で、まあ遊び方は一緒ですね。B ボタンを押せば、まあ、今度こちらになったんで B ボタンを押せば、チェーンソーの攻撃音が発動しますね。まあ、ダンクロとか新ダンクロトになる前の、要はバグスターとして復活した時のパラドに、パラドの一番初めにご対面した時のあれですね。確かそのシーンで使ってましたね、これは。はい。で、今度は A ボタンを押すと対響が流れますね、必殺技の。こんな感じで発光しますね。もう一回 B ボタンを押すと発動します。おお、出ましたね。神の一撃。こちらはクリティカルサクリファイス。で、まあ、ランダムで今の神の一撃っていう音声が流れますね。はい。こんな感じになっております。では、次は、こちらの、このガシャコンバグバイザーツバイの新ダンクロードバージョンの方にはついてないんですけど、通常のバグルドライバーツバイの方ですね、に付属しておりました、こちらのバックルを使って遊んでいきたいと思います。はい、ではこちらのバックルにセットして、説明書を見ると、デラックスバグルドライバーツバイと組み合わせて、デラックスバグルドライバーツバイ新ダンクロードバージョンへモードチェンジって書いてあるんで、ちょっとやってみましょうか。さあ、では、つけましょう。この音声が鳴るんや。なるほどね。なるほどね。で、まあ今この状態で変身できるわけですね。では、説明書を見ますと、別売りの仮面ライダークロニクルガシャットを使って仮面ライダークロノスに変身って書いてあるんで、じゃあせっかくなんで、まあ変身の仕方はいつも通り、A ボタンで待機を鳴らしてちょっと変身してみたいと思います。では、仮面ライダークロニクルガシャットカモン。よし。では、仮面ライダークロニクルガシャット。久々に握ったな、これ。仮面ライダークロニクル。いいね。じゃあ、大気音。まあ、この辺は一緒なんですね。こんな感じになりますね。ちゃんとのうわーっていう音声は新ダンクロードの声の音声になっておりますね。うん、なるほど。そこまでそこまでちゃんともう全てが新ダンクロードってわけですね。で、次説明書で変身しましたね。で、変身したら必殺技発動です。 B ボタンを押して神技のセリフの後に LED が発光って書いてありますんで、
やってみましょうか。では B ボタンを押して。クリティカルクルセイドですね。これ B ボタンでも多分一緒なんですよ。はい、こんな感じですね。では次はポーズいきましょうか。これこの状態、変身状態で AB 同時押ししてポーズですね。ではいきましょう、ポーズ。こんな感じですね。とりあえず遊び方としては以上なんですが、せっかくなんでデンジャラスゾンビガシャットを使って変身遊びしてみましょう。はい、ではこちらのデンジャラスゾンビガシャットを準備しましたんで、早速変身遊びしていきたいんですけど、せっかくならセリフ流しましょう。ではあのシーンいきましょうか。神の力を面白い。はい、こんな感じですね。さすがにこのセリフも入ってたらよかったんですけどねこの変身の後のセリフもちょっと欲しかったかなって個人的には思いますねはい、というか今言ったセリフがその場所のセリフだったかちょっとあんま覚えてないですけど、とりあえず言ってみました。でちょっとせっかくなんでこのガシャッとさしてない状態で変身してみましょうか。あの何も音声ない状態でこちらのバグバイザーツバイの方から流れる音声を聞いてみたいと思います。では行きます。はい、単体で聞くとこんな感じになっております。でこれちなみになんですけど、この撮る時もちゃんと音声になりますね。こんな感じで音声が鳴ります。で、バグルドライバー2Y がなくても、あのバグルドライバーのこちらの方持ってる方でも対応しておりますね。では行きましょうか。はい、こんな感じで対応しております。はい、ですので、まあバグルドライバー2Y がなくてもバグルドライバーを持ってる方でも楽しむことができます。はい、ということで今回はプレミアムバンダイから届きました変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーツバイ新ダングルドバージョンを使って音声確認をして遊んでまいりました。いやもうこれはダンクロトファンはたまらない一品ですねもうなんかハイパームデキガシャットが登場してちょっと経ったぐらいまでのセリフはほぼ入ってますんで、いやこれはファンたまらん一品ですね。でちょっと値段忘れてたんでちょっと調べてみたんですけど、税込み4720円で、まあ、送料込んでも5000円ちょっとぐらいの品でしたんで、
安い安い、絶対安い。こんだけ収録音声あって、その値段は満足、大満足いや僕も好きですからね、ダンクルト。最初の頃はあんまり好きじゃなかったんですよね。ただなんかちょうど16話とか17話とか、まあ、ちょうどおかしくなるらへんですね、あのファージョン夢とか言い出すぐらいの頃から、なんかあれこう面白いぞっていう感じになってきて、でまあそっから、まあ、結局パラドにゲームオーバーにされて、バグスターとして復活してから、もう完璧最高なキャラになりましたね。もうネタキャラでしたからね、ほとんど。いやでも誰も絶対予想してないですよね、ダンクロとかこんなキャラになるなんて絶対思ってなかったですよね。あのエグゼイドの一番初めの PR 動画とか見た時にいやまさかここまで凄まじいキャラになるとは絶対思ってなかったと思いますんで、いや本当人気めちゃくちゃあるみたいですからね。いやでも本当小さいあのお子様はこういうキャラ好きそうですからねはい、ってな感じで、いやこれはもう本当買ってよかったですね。もう迷わず買ったんで僕もちょうどだいたいいつも家帰ってきたらプレミアムバンダイのホームページパーって開いて、なんかないかなって調べた時に、ん？何これ？と思ってもう速攻予約したんで、いや本当これ買ってよかったと思っております。はい、てなわけで、また来月、仮面ライダーエグゼイド関連は、仮面ライダークロニクルガシャットの、サイバニゴバージョンのやつかなが届くと思いますんで、またそちらも届き次第動画作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。